こんばんは、ナミさん。速稼塾の久保です。ナミさんのね、コンテンツの作り方講座、こちらの方、なんかお問い合わせがあるみたいで、まあ私もね、拡散に協力させていただけて、本当にこんな嬉しいことはないなと思います。まあその他ですね、まあまあ私のところの塾生さんも、まあ、コンテンツを作ったりとかね、自分のスクールを作ったりとかして、まあぼちぼち動き始めている方もいたりとか、まあ結構当たってる方もいたりとかしてね、またズームの対談なので援護射撃しようかと思います。まあこうしてみると、なんていうんですかね、人と人とが関わる環境って、そのリアルもインターネットも変わらないなと思うんですよね。で、私に至っては、まあ一度もお会いしたことがない人との強い信頼関係が構築できることもありますし、まあナミさんもね、もう10年ですよね、お会いして。まあこういうふうな関わりができる、まあ、オンラインサロンという言葉がなかった頃から、当時はオンラインサロンだったのかなと思いますし、まあ電子書籍の作り方を学びながら、電子書籍の作り方みたいなコンテンツの作り方を学び続けて10年。で、売り続けてまた10年ということなのかなと思います。まあ、私もね、思いついてスタートした速稼塾がここまで続いてくださって、多くの方に支持をいただいて、まあブームになったりちょっと落ち着いたりとか様々ありますけども、結局こうやって10年目を歩いていると、まあ見える姿はナミさんと吉田さんっていうね、こういうふうな、こうなんていうんですかね、ビジネスの三角関係みたいなのがね、できてますけどね。いや、今度ね、3人で一堂に会するみたいなことがね、あると、これはこれでまた面白いんじゃないかなと思いますけども。まあ、それはまた次回の講釈で。この度は、またね、セールスの方、協力させてもらいますんで、よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。なんかね、口内炎がね、痛いの、なかなか治んないですね。